わしは生涯の大半を旧世界の謎、プリカーソル文明の研究に費やしてきた。この星のあちこちに残るプリカーソル遺跡とは何なのか、生命のエネルギーエコとはいかなる原理によるものなのか、そもそもプリカーソル文明人とは何者でどこへ消え去ったのか、答えはない、手がかりもない。緑の自然、彼らも語らぬ。わしも弱いを重ね、時代の若者たちにその役目を渡したいと考えておる。なのに若者は真理の追求よりも冒険を好み、自ら危険に飛び込んでいく。わしが緑の賢者、セイモス・ザ・セイジー、この世界の四賢者の一人だとしても、わしの言いつけも聞きはせん。あるいは理不尽にも、わしら賢者の知恵よりも若者の無謀な冒険心の方が真理に近づきやすいのかもしれぬ。そもそも運命こそがそうした理不尽なものなのだから。へえ、ナジャク、この島来ちゃダメだって言ってたよな。ミスト島だって怖くなんかないったら、ないったら、ないったら。だいたい化け物なんて噂だろ、本当にいるのか。シッ、ダークエコの殿より生まれしダーカーどもよ、プリカーソルのアイテムとエコを集めてくるのだ。我々の姿を見た村人は消すのだよ、思い切り残酷に消しておやり。まだなんかすんのかよ、ジャック、やっぱここはヤバいぜ。あっ、うん。ああ、プリカーソルのガラクタかよ。はあ、なんだその不気味な泥、触りたくねえ。はあ、大体聖人はプリカーソルだのエコだのうるさいんだよな。彼らはいずこに、彼らは何故に。なんだか聖人のせいですっかり緑のエコに詳しくなっちゃって、もう分かんないことないもんな。おお、それどうやったの。ジャック、これやべえよ。やっぱこんなところに来たのが間違いなんだよ。なに、オッケー、大丈夫、大丈夫。あ、うん、ただいまの一言すら言えんのか。ジャックと島で内緒。黙らっしゃい、すべてお見通しじゃ。わしの言いつけも聞かずに勝手に危険な場所に行きよって、ミスト島に。その通り。そしたら、しかもダークスター、お主その姿は何じゃ、触れてしまいよったな、ダークエコに。だから説教はもういいから、どうしたら元に戻れるっての。わしは緑の賢者、しかるにお主の姿を変えたダークエコは闇の力、わしでは元に戻せんのじゃ。のじゃ、今わしきダークエコーを研究しとるのはこの世界でたった一人、奴の助けがいる。ゴル・アケロンという。ゴルは遠い遠い北の地で誰とも会わずにダークエコーを研究しておるはず。本来ならばそこまでテレポートゲートという4人の賢者同士で使っておる便利な移動手段があるのじゃが、なぜだか向こう側のスイッチが入っておらぬのじゃ。テレポートゲートを使わずに北へ向かうには煉獄谷しかない。
しかし燃え盛るマグマのために歩いては通れぬ。なら飛んでいけばいいんじゃない。私がプリカーソルのガラクタから作った半重力バイクエイグラブズーマーだったらひとっ飛びだわ。ただ耐熱シールドを使うためにはパワーセル20個分のパワーが必要だけどね。どう父さん。ゲイラ、その通りじゃ。とすればジャック、トマメツバ集めてくるんじゃ。村の人たち大抵はパワーセルを持っているわ。でもとっても大切なものだから当然タダではくれないわよ。プリカーソルオーブをたくさん渡せば交換してくれるかもね。あと拾われていないパワーセルもあるはず。簡単には取れないけど勇敢な冒険家なら。なら勇敢な冒険家になりゃいいんだろ。冒険家じゃと？お主らが冒険家を名乗るには力不足じゃ。ねじくものども、このテレポートゲートに入り鍛錬の島で修行してくるがよい。ああ飛び込んだらまたいきなりダークエコのドロドロで違う生き物に変身しちゃうな。ごめんだぜ。入るんじゃ、ごたく言わんでさっさとな。イメージせよ、別世界への入り口を、未知の文化との遭遇を、探索発見、生命感に満ちた本当の冒険を。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まゆすけです。じゃあやる前にちょっとオプションの方で設定します。カット。はい、じゃあ準備が整いましたんでね、行きますか、冒険へ。レッツゴー。まあ、物語的にはその卵型のアイテムはプリカーソルオーブ、はい、たくさん集めると村の人がパワーセルと交換してくれたりするわ。なるほど、プリカーソルオーブ。まあこれもね、できるだけ集めて、まあできたらねトロコンをしたいなと思ってるんですけど、まあ時間がちょっと厳しかったらやめるかもしれないです。それがパワーセル、はい、この世界で一番重要なアイテムよ、うん、20個集めてくれたらエイグラブズーマーの耐熱シールドを使えるようにできるわ。あ、これを集めていくゲームということですね。懐かしい。一回一回ね。おっ、なんだ、ああ、これね、はい、了解です。さあもう一つの隠し要素、ね、収集要素、ね、それ私が飛ばした偵察団よ。なるほど。それぞれのエリアに7匹ずつ送り出したけど敵のランカーに捕まっちゃってるみたい。これもね、できる限り収集してね行きたいと思いますよ、偵察バイちゃん。はいはいはい。で、偵察バイ収集するとナイス。ダクスさん、わお、7匹目の偵察バイがパワーセル持ってたわね。他のエリアでも7匹全部見つけたらきっとパワーセルが手に入るわ。なるほど。それは青のエコ、動きを司るエネルギーじゃ。これをまとえば動きが速くなり、さらには近くのプリカーソルの異物を動かすこともできるのじゃ。実況挟む暇がないほどね、いっぱい説明してくれるのでありがたいですね。こっちにあるんでしょ？ありますね。いやー、これはね、本当に懐かしい。青のエコは多く取れば取るほど使える時間が長くなるのじゃ。ほう。ね、これ昔やってたんですけど、ちょっと幼い僕には難しくって、全クリが、ね、できてなかったんですよね、多分。なんで、またリベンジを兼ねてね、やっていきたいなと思いますよ。あれに見えるはプリカーソル遺跡の扉じゃ。 あのドアは青のエコの力によってのみ開くぞよ。なるほど、じゃあ青のエコをね早速ゲットしたいと思いますよ。あそこに見えるのは青のエコ吹き出し口、一番長い間パワーアップしていられるんだから、どんどん使ってみてね。はい。また BGM も好きなんだよね、俺本当に。ほんと。SE とかもね、いちいちもいいっていう。はい。
ゲットしていきましたよ。よし、青のエコで扉を開いたな。さまざまなプリカーソルの異物に力を与え、動かすことができるのじゃ。はい、了解しました。あれ、待てよ。トロフィー。はい。トロフィーの通知がオフになってたんで、オンにしてきました。あそこで光っておるのは命を司る緑のエコの小さな粒じゃ、うん、あれを50個集めるとお主の体力が1つ回復する。まあ某土管工でいうとコイン的なやつですね。はい、いやー本当懐かしいな。そこでもう一度ジャンプさせれば2段ジャンプでより高く飛ぶことができる。あれこれ10年前ぐらいかな。あーもうかわいい。はい、鍛錬島ちょっとたくましくなったかな、ジャックくん。さあスイッチはオープンにして帰るぞ。2人ともトレーニングならばまあ人並みにはできるようでな。あんなの超簡単。物足りないよね、ジャック。こっちからすぐにでも冒険に行きたいのに。朝飯前の夜食跡ってどこ。冒険冒険、その意気はよろしい。だがお主ら冒険ならば人様のお役に立たねばならん。手始めにわしが緑のエコを集めるためのエコタンクを元に戻すという冒険はどうじゃ。ここから砂浜をたどっていった防塵海岸にあるのじゃ。ではお主らとっとと出かけるんじゃ。はい、ということでね、まあいい口実にじいさんのお使いを頼まれたわけですけども、じゃあちょっと短いですけどね、今回はここで終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。ごきげんよう。何これ。